セミナーは冒頭のつかみとセットアップで全てが決まります。こんにちは、三浦弘樹です。あなたがですね、セミナーを開催する際にはですね、冒頭が一番ですね大切になってきます。で、この冒頭のつかみ、さらにはですね、受講生に、しっかりとですね、そのようなセットアップですね、どういった状態でセミナーを受けていただきたいのかっていう、このセットアップの2つがですね、とてもつかみになって、必要になってきます。つかみとセットアップですね、これをですね意識的にやっていくことが、この、セミナーでの成功と失敗の大きなですね、分かれ道になってきますので、ぜひ、今回のですねこの動画をしっかりとご覧ください。で、まずですね、最初にセミナーでは、しっかりとしたですね長々とした挨拶だったりとか、自己紹介っていうのは不要です。まず初めにあなたがですねしっかりと伝えないといけないのは、セミナーの、メリットですね。今回のこのセミナーを受けることによって、参加者の方がですねどんなメリットを享受できるのかっていうところが非常に大切になってきます。で、例えばですね、私の今、開催しているセミナーですと、週末セミナー講師&コンサルタントということで、未経験者でも活躍できるですねセミナー講師っていうですね、そういったテーマでセミナーを開催しているんですが、私のですねセミナーの冒頭は、そのですねメリットっていうのを最初にしっかりと伝えていきます。例えばですね、今回の、この方法は、未経験者でも OK、 企業ガイドラインに沿って進むだけ、週末を活用して90日で月収100万円以上の週末セミナー講師&コンサルタントになる方法です。で、これは、私だけではなくて、実際にこの方法を使って、受講生がですね累計でいうと1億円以上売り上げてきた方法で、数々の月収100万円以上のセミナー講師&コンサルタントを輩出した今までにない全く新しい企業副業法です。ぜひ楽しみにしてくださいといった形でですね、しっかりとメリットを伝えて、まずですねセミナーに入っていきます。このですね、あなたのセミナーの、メリットっていうのをまず冒頭でしっかりと、伝えることによって、参加者の方がですねしっかりと聞く姿勢を持っていただけるということになりますので、まずこの冒頭でのメリットの提示、しっかりとですね意識をしておいてください。はい。で、次にですね、セミナーの、ルール設定をですね、やっていくといいんじゃないのかなというふうにですね思います。で、この、僕もですねやっぱりこうセミナーの参加者の方にはですね、携帯でブー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 ですね、音が鳴っても嫌ですし、本当にですねしっかりと受講していただきたいので、最初にですねセミナーのルールをですねお伝えをしております。で、さらにはですねこのルールを、お伝えしながら、場をですね和ますフレーズをですね使いながら、実際にですね、セミナーを始めていきます。ちょっとですね、僕がどんな感じでルールをですねお伝えしているのかっていうですね、そういった部分をですねご紹介したいと思います。はい。今回のですね私のセミナーですが、基本的には自由ですと。で、もしあなたがですねトイレに行きたくなったら、もう自由にですねいつでもトイレに行ってくださいね。お腹が空いたらですね近くにコンビニがありますので、カップラーメンをですね買ってずるずるですね食べながら、セミナーを聞いてもいいですね。もし座って疲れて、座って聞くのがですね、疲れていたら、床にですね、座りながら聞いてもらっても構いません。とにかくあなたがリラックス、して聞きやすい状態で聞いてください。ただし2つだけ守っていただきたいことがあります。1つ目はですね携帯の電源を切ってくださいですね。で、2つ目はですね、シェアするときは積極的に、講師のような気持ちでですねメモ等を見ながらではなく、自分の言葉でどんどんですねセミナーを学んだことをシェアをしてくださいといった形でですね、セミナーのルールを、お伝えをしていきますということですね。で、ここ実はですね、僕のこのルール設定のところですけれども、実はポイントがありまして、基本的にはセミナーは自由ですということで、自由を与えているんですね。トイレに行きたくなったらいつでも行ってくださいとね、お腹空いたらカップラーメンか食べても大丈夫ですよっていうふうにですね、自由を与えながらもルールを設定してるんですね。ただし2つ守っていただきたいですというふうにですね、携帯の電源切る、さらにはしっかりとね
ね、アウトプットシェアをね積極的にするというふうにですね、まあ、自由を与えながら実はルールをですねしっかりと伝えているということですね。で結構このカップラーメンをね食べながら聞いてもいいですよっていうふうにですね、まあ、言うと結構ウケるんですね、まあ、そういったこう冒頭で場をですね和ますフレーズとかもですね取り入れたりとかをしております。まあ、実際にねあのカップラーメンとか、食べながら聞いてもいいですよっていうふうにですね、まあ、言ってもほとんどの方はですねそんなことしないじゃないですか。なのでぜひですねあなたのこのセミナーの冒頭でもねこのルール設定カップラーメンのフレーズとかもね入れていただきたいなと思います。で今まで僕もかなりですねたくさんのですねセミナーやってきて、まあ、鉄板のようにですねこのフレーズを言っているんですけれども、まあ、一度だけですね実際に参加者の方がですね本当にカップラーメンをですね食べ出して、僕自身も驚いたことがありますが、まあ、ほとんどのですね方が、しっかりとですねこれを言うことで聞いてくれますのでぜひですね、使ってみていただければなというふうにですね思います。はい。で、まあ、3つ目のですねポイントで、まあ、冒頭でですねよく、使う、方法がですねえなるほどねストーリーですね。えなるほどねストーリーですね。で、どういったことかというと例えば、まあ、僕のですね、セミナー、まあ、わざわざですね受講生の方が、参加者の方がですね、まあ、来てくれてます。でそこで言うのがですねまあ、セミナーに今日ですね、セミナー参加してくださいましてありがとうございますと、ね、ただ私もですね昔たくさんのセミナーに参加をしていましたが実はですねセミナーを受けるだけでは人生って変わらないんですねっていうふうにですね言うんですね。まあその人たちはですね人生を変えようと思って、まあ、私のセミナーにも参加してくださっております。ただなんでこのセミナーを受けても人生変わらないのっていうふうにですね、まあ、っていうそういった感情を与えてきます。でそこで、まあ、僕はですね今やっているのが、まあ、週末セミナー講師っていうですね、まあ、セミナー講師になっていきましょうっていう、そういったセミナーをやっておりますので、まあ、セミナーを受けるのではなく実際にセミナーを開催する側になって、まあ、初めてですね、人生っていうのが変わっていきますよというですね話をすると、まあ、ってなんでセミナーで人生変わらないのっていうですね感情からあなるほどねっていうですね、まあ、そういったフレーズをですね使っていくといいのかなというふうにですね思っております。はい。で、続いてですねこの受講生のセットアップっていうところですね。セットアップ、まあ、どういった状態で、あなたのセミナーをですね、聞いていただきたいのかっていうところをですね、まあ、自分の意図する方向に、参加者の方を導いていくっていうですね、まあ、そういったセットアップのですねパーツも必要になってきます。で、まあ、私がですね、今のセミナーでやっていますのはまあ、セミナー、受講にあたり、まあ、大切な学び方をシェアしますねということですね、まあ、それを、一つのパートとして入れております。それが、例えばですね知っているのとできているのっていうのは違いますよっていうことですね、まあ、今日、もしかしたらですね、私のセミナーを受ける中であこれ知ってる知ってる、ね、あそれどっかで聞いたことある、まあ、そういうふうにですね思う場面があるかもしれませんが知ってるのとできているのは違うんですね。なので、まあ、しっかりとですね知ってるをできるようにするっていうことが非常に大切になってきますので、まあ、セミナーをねしっかりと聞いて、実践をしてみてくださいというふうにですね言うと、まあ、こうね、知ってることも、まあ、仮にセミナーで出てきたとしてもですね参加者の方がですね真剣な眼差しで聞いてくれますので、まあ、そういった意味も込めてですねそのあなたの、セミナー参加者にどういった、形でですねセミナーを受講してもらいたいのかっていうのをですね、しっかりと意図するですねそういった、セットアップのですねパートもしっかりとですね入れておく。でこれをですねやっていただくことであなたのセミナーがですね大成功していきますので、まあ、ぜひですね、冒頭のつかみさらには受講生の、セットアップこの2点をですね、意識してあなたのですねセミナーを成功させてみてください。ではですね、今日は、冒頭のつかみセットアップが大切というですねお話をさせていただきました。ぜひですね、チャンネル登録もお願いします。まあ、あとですね、グッド評価だったりとかコメントもですねどんどん送ってください。それではですね、またお会いしましょう。ありがとうございました。